はい、じゃあね、2013年センター解説の生物の第2問の B まで行きましょうか。はい、担当阿部です。よろしくお願いします。じゃあ行きますか。実験読んでいくと、まあ要点だけど引っ張ってきました。まあ、20分の1とかね、数字載ってるけどそんなのいらなくて、まず5秒以内にね、こう加えてから5秒以内に持ってきたというのがまずポイントかなと思います。その次、実験にはグラフですね。こっちはカルシウム濃度がどのぐらいあったときに、何パーセントのね、何が、こっちパーセントが重要ですね。何パーセントいきましたかっていうのがね、グラフですね。例えば、4のときは、だいたい、まあ、70から 80% ぐらいかな、みたいなのがね、見て取れると思います。80とか90に近いですね、4はね。で、こっちは、精子を加えてから、時間が経って、何秒後には、カルシウム濃度がどのぐらい上がりましたよということでした。この相対値は、お互い一緒なので、この横軸とこの縦軸がリンクしているイメージですね。この横軸と縦軸が一緒ですよと、同じものを表してますよというのが、ポイントでした。はい、次、実験3。カルシウムないと受精卵ができないぞというのが読み取れれば OK。 いいですかね。いいですか。この3つを実験の中から読み取れると、かなりね、問題解きやすいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ行きますか。カルシウム濃度が 1.5 以下だとできない。受精膜ができない。1.5 はこの辺ですから、この辺以下だと受精膜ができない。確かにできてない。じゃあいいんじゃないですか。次、カルシウム6以上だと、6以上じゃないとできないってことは、6からできるけど、6の前ができない。6の前、できてるよね。ってことは、変わらず。次、受精すると上昇して下がる。こっちですよね。受精する。精子加える実験はこっちなので、受精すると、一回上がって下がる。受精すると上昇して下がる。いいんじゃないですか。次、受精すると上昇したまま。受精のやつはこっちのグラフでしたから、上がってゆーん。なわけないよね。×。はい、次、カルシウム濃度と受精膜には関係があるんじゃないか。カルシウムがあるとき、受精膜できてるよね。カルシウムないとき、受精膜できない。あ、これ関係ありそうですね。カルシウム濃度と受精膜関係ない。カルシウム濃度があると受精膜できる。カルシウム濃度ないと受精膜できない。これはちょっと言えないんじゃないかな。なので、×ですね。なので、大きい K を選ぶ1番が正解でございます。大丈夫ですか。次、こっち行きますよ。ちょっとね、バタバタしますけど、 100% になるのは何秒後ですかっていうことですね。 100% になるのは何秒後でしたかっていうところなんですね。この秒が出てるのはグラフの中の実験値と実験で秒ってのが出てました。わかりますか。じゃあちょっとこっち戻ります。おー、来てますどったい。ちょ、カメラがトラブってますね。いいですか。実験2と実験1見るんですけど、まあ、秒が入ってるのはもうこっちも秒なんで、グラフ見るんですね。で、ここのグラフずっと見るんですよ。わかんない人はね。何秒だろうな。何秒で 100% になるんだろう。なんだこれ、わかんねえぞってなるんですね。秒だけ。60の時 ?45 の時、それとも終わりの時 100% って。どこかわかんねえぞって考えるわけですよ。どこかなって。でもできる人たちか。こっちのグラフと、こっちのグラフをうまくリンクするんだね。まず、100% って言ってるから、このグラフだよ、まず。100% つける。で、100% の時のカルシウム濃度といえば、6ですね。あ、カルシウムと 100% の時はカルシウムが6なんだってのが分かります。で、さっき言いました。この横軸とこの縦軸がリンクしてですね。じゃあこっちの6にこうなるんですけどな。こっから上は 100% なんだ。こっから上になると 100% になるんだっていうことが分かります。そしたらさ、この6から線引くじゃない？ほら、こっちとこっちリンクしましたね。これ多分40秒前ぐらいなのかな。40秒ちょっと前ぐらいのとこに6があると思います。で、考えれば45秒には完全に 100% 立っているよね。いいですか。もう一回言いますよ。まず、この相対値、カルシウム濃度の相対値がこことここでリンクしてるのが分かる。で、問題文読むと、パーセントと秒をつなぐ問題だった。パーセントと秒をつなぐ問題だった。だったらグラフをどっちも見て 100% と秒の考え方をつなげればよかった。ってことで、こっち戻ってください。
100% になるのは、パーセントの秒ですかね、 100% になるのは何秒かっていうと、45秒には 100% になってるぞというのが実験コースの問題でした。ここ難しかったり感じるかもしれないけど、そんなことなくて、グラフをちゃんと見ればね、できる問題なので、しっかり考えていきましょう。では問6番、ここ映ってます？問6番いきますか。正円細胞は体細胞分裂ですかね、これ正円細胞分裂ですね。体細胞分裂するかしないか、これするんですよ、するんですよ、するんですよとか言えません、するんですよとしか言えません。ですね、また自分の動画紹介して申し訳ないんだけど、マッハレシリーズの第2問編の、配分子形成のところでやってるので、それ見てくださいってなるとかね。次、精子の中辺はミトコンドリアですよ、ミトコンドリア。問題見るとゴルジュ体になってましたね。なのでミトコンドリアじゃないから×。これはマッハレシリーズの総集編に解説しましたね。阿部ちゃん先生的中しまくりですよ来年のハードルが上がります。丸三番、1個の卵母細胞からできる卵は1つだよ。1個の卵母細胞があったら、こうね、2個になって、最後、こう、4つになりますけど、卵細胞の時は、3つはね、極体ってやつで死ぬんだよね。で、1個だけ生かすんだよね。卵の時はね、精子の時は続けるんだけどね。それ分かってれば、これちゃんとバツだって選べるはず。これがあったんですよ。いきますか、次。極体ができるのは原数分裂ですよね。さっき言いました。これ極体になって死ぬのは、これ原数分裂の流れだもんね。なので体細胞分裂してるのは×。最後5、精子の核は受精してから正確になる。これ知らなくても、ん？あ、これ×、ん？これ×でした。ごめんなさい。正原細胞は体細胞分裂するので、問題見ればわかりますけど、ごめんなさいね。ちょっと間取りました。正原細胞は精巣中で体細胞分裂する。これ丸ですね。これは、あ、ごめんなさい。こっちが面白いし。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。これ丸です。1番が丸。これ1番ですね。おー、焦ったー。ごめんなさい。で、これですね。精子の核は受精してから正確ですから。受精してから正確になります。いいですか？受精してから正確。なので、×。これね、5番分かんなくても大丈夫です。5番分かんなくても大丈夫です。ただ、1番が圧倒的に正解なので、1番をしっかり選択してください。いいでしょうか？第2問編、私、これで最後になります。何問編っていうか、センター解説は、阿部ちゃん先生の動画はこれ最後になるんで、ちょっと最後にね、受験生に言いたいことがあります。今、センター試験を復習するのは OK です。いいことです。特に、2次を控えた受験生、センターを復習するの OK ですよ。全然いいですよ。ただ、これから2次試験に対する勉強を、センター前より、もっともっと気合い入れていかないと、残念な結果が待ってると思います。今は、もう2次に向けて、どんどん頑張ろう。まだね、受ける大学決まってないと思うよ。センター試験の結果を見て大学決めようって人がほとんどだと思うんだけど、ここでその大学決まるまでタラタラしてたら絶対ダメだよ。分かった？これから大学決めるまではもう第一志望校の勉強を一生懸命やってください。で、いろんなアドバイスしてるから、先生がね、他の先生もね、過去問やれとかさ、ここ勉強するといいよみたいなことをたくさん言ってるので、まあいろんな先生頼って学び使って勉強を進めてみてください。あとね、質問をどんどん受けるので、先生の動画見て、質問してくればなというふうに思います。じゃあ一緒にね、勉強頑張りましょう。第3問編、ゴー。